この動画は JLCPCB の提供でお送りします。こんにちは。今日は LDO、ロードロップアウトレギュレーターというリニアレギュレーターについての動画です。リニアレギュレーターとは直流の電圧を下げるために使われるデバイスです。入力端子に入ってきた電圧を高圧して、出力端子からは一定の安定した電圧を出力します。今日はその中でも特に LDO と呼ばれるものについて解説します。こちらの LDO なんですけども、低損失レギュレーターという名前でも販売されています。 こちらの低損失レギュレーター、本当に低損失なのかということを理論と実験を通して確認していきます。その前に今日のスポンサーの JLCPCB の紹介です。どうぞ。安くプリント基板を作るのなら JLCPCB というのがいつもの宣伝なんですけども、今回は展示会についての告知です。 2025年1月22日から24日まで東京ビッグサイトで開催される NEPCONJAPAN という展示会に JLCPCB が出展します展示の見どころとしては JLCPCB が出しているプリント基板の各種サンプルが一斉に見られるようになっています実際どのくらいのクオリティでプリント基板を作ってもらえるのかなというのを実物を見ながら確認してもらえればと思います来場者限定でプレゼントも用意しています去年はフルカラーのプリント基板やプリント基板定規あとは JLCPCB で使える クーポンなどもらえたんですが今年はどうなのか楽しみですねあとは一軒チ,チャンネルの視聴者限定なのですが JLCPCB のブースで一軒の動画を見たと伝えてもらえるとその場でオリジナルプリント基板をお渡ししますこちらは数量限定で3日目最終日には品切れになる可能性があるので早めにお願いしますということでぜひ JLCPCB のブースにお越しください まずはリニアレギュレーターの概要と動作原理について解説していきます。こちらが実物のリニアレギュレーターです。図で書くとこんな感じです。このように足が3本生えていることから3端子レギュレーターと呼ぶこともあります。基本的な役割としては入力された直流電圧を高圧して安定的な直流電圧にすることです。入力電圧より高い電圧は出せません。 実際にはこんな感じの回路で使います。使い方は非常に簡単で3端子レギュレーター1つと入力・出力の部分にキャパシタを接続すればそれだけで動作します。部品3つだけで OK です。リニアレギュレーターが作り出せる電圧は決まっていることが多くてだい点三 3.3V とか 5V とかそこら辺です。そのような3端子レギュレーターに出力電圧より高い入力電圧を接続するとこういった電圧が出力されるわけです。 もう少し内部回路について詳しく説明していきます。リニアレギュレーターの内部の主要な回路はこのようになっています。ここのトランジスタ、トランジスタを駆動するためのアンプ、出力電圧を決めるための基準電圧、そして電圧フィードバック用の抵抗です。ここのトランジスタについてはパス素子と呼ばれています。パスは通るという意味のパスです。この入力から出力までの回路が三端子レギュレーターの中に入っています。 リニアレギュレーターの動作原理ですが、分かりやすく言うと、パスト紙のトランジスタで発生する電圧効果を調整することで出力電圧を一定に保つです。例えば、入力電圧が上昇すると出力電圧も上昇するのですが、そうはならないように内部の回路で制御が働きます。具体的にどういう動作をするかを順を追って説明します。 こちらの入力電圧が上昇すると出力電圧も上昇します。そうしますと出力部分にある分圧抵抗に接続されたアンプが電圧変動を検出します。その電圧変動を元に戻すようにアンプがトランジスタに流すベース電流を調整します。この場合ですとトランジスタで発生する電圧効果を大きくして出力電圧を下げるような方向に働いています。これがリニアレギュレーターの動作です。 先ほどパスト紙であるトランジスタで電圧効果が発生すると言いましたが、電流が流れていうところに電圧効果があるわけですから、当然そこでは電力損失が発生します。こちらの式です。わかりやすく言うと、負荷に流れる電流、そして LDO の入出力間の電位差を掛け算したものが LDO で発生する電力損失です。つまり、リニアレギュレーターは電圧効果と電力損失を発生させることで、出力電圧を一定に保っていたのです。 よく言われるのはリニアレギュレーターは内部のこのトランジスタを可変抵抗のように制御するとか言われていますね。こんな制御をするので出力電圧は入力電圧より必ず低くなります。またリニアレギュレーターは内部のトランジスタやアンプを安定的に動作させるためにある程度入出力間の電圧差が必要です。この時最低限必要となる入出力間の電圧差をドロップアウト電圧と呼びます。 こちらドロップアウト電圧ですそしてリニアレギュレーターを安定的に動作させるためには入力電圧がこちらの式を満たしている必要があります入力電圧は出力電圧とドロップ電圧の和より大きいが条件ですリニアレギュレーターの出力電圧は固定であることが多いです例えば出力が 5V だとしましょうそうすると入力電圧は 5V プラスドロップアウト電圧以上ということになります 通常のリニアレギュレーターなんですけども、ドロップアウト電圧は 2V とか 1.5V くらいのことが多いです。こういったリニアレギュレーターの中でも LDO と呼ばれるものがあります。これはロードロップアウトのことで、リニアレギュレーターの入出力間の電圧差が小さくても動作するというものです。そしてこの LDO が今回の主役です。 リニアレギュレーターで通常タイプのものと LDO タイプのものの違いで厳密な定義はないのですが、一見調べですと通常タイプのものは大体ですね、ドロップアウト電圧が 1.5V より大きいかなぐらい。LDO タイプですとドロップアウト電圧が 0.5V 以下からそう呼ばれることが多いようです。動画の冒頭でも話したように LDO は低損失レギュレーターという名前で売られていることもあります。低損失ということで何やらレギュレーターで発生する損失を減らせそうな予感がします。 そしてこの動画のタイトルであるようにこの低損失というワードが大きな誤解を生む原因となっていますということでまずは実験していきます今回はこちらのプリント基板を使いますスポンサーの JLCPCB で作りました実験では標準タイプと LDO を同じ条件で動作させた時に電力損失がどうなるのか比較してみます 実験する回路は画面左上に出ている回路です。どちらの回路も出力電圧 5V のリニアレギュレーターですが、一つは通常タイプでドロップアウト電圧は 2V。もう一つは LDO、低損失タイプでドロップアウト電圧は 0.5V です。出力部分には抵抗を接続して、だいたい 0.1A 程度流れるようにしています。実験準備が整ったのでやっていきたいと思います。この三端子レギュレーターに 12V の入力電圧を加えます。 問題なく動作していますね入力電圧は 12V 出力電圧はノーマルタイプも LDO タイプもそれぞれ 5V 出ています皆さんここで気が付いたと思うんですけども入力電圧が同じで出力電圧も同じということはあれこれ低損失でも何でもないぞっていう風になるわけです実際に入出力間の電圧効果を見てみると通常タイプは 7.07VLDO タイプはどうかというと 7.1V、ほとんど差はありません。今回、負荷抵抗は同じにしているので、LDO に流れている電流も同じです。つまり、LDO で発生している電力損失は同じということになります。実際、サーモグラフィーを使って温度測定をしてみると、ノーマルタイプは59度程度、LDO タイプの温度は61度程度となっています。両方とも温度は60度程度なので、LDO は低損失というわけではなさそうです。 では、この低損失というのは一体どういう意味なのかを解説していきます。いきなり答えを言うと、LDO は特定の電圧の範囲内なら通常タイプよりも低損失になります。ですが、その範囲から外れた状態で使うと LDO であっても通常のリニアレギュレーターと同じ損失となります。まずは通常タイプと LDO タイプの内部回路の違いを見ていきます。違いは何かというと、使っているパス素子が違います。 通常タイプは NPN のバイポーラージャンクショントランジスタ、LDO タイプは PNP タイプのものを使っています。例えば出力電圧が 5V の時に入力電圧が何 V 必要になるか考えてみます。まず通常タイプから見ていきますけども、NPN トランジスタのベースエミッタ間の電圧はだいたい 0.7V です。 ということは、ベース端子に必要な電圧は、この時点で 5.7V となります。このパッソ紙をドライブするためにアンプがつながっていますが、そのアンプが 5.7V を出力するためにですね、まあ電源がつながっているんですけども、その電源からですね、少しマージンが必要になってきます。だいたい 0.7V くらい必要になるとしましょうか。そうすると、入力電圧は結局 6.4V 程度必要になります。こういった計算ができます。 次は LDO タイプを見ていきますがこれは PNP トランジスタを使っていますこれが鍵です PNP トランジスタのベース電圧はエミッター電圧より低くなりますこれも 0.7V と仮定しますそうするとここのベース電圧どうなるかというと Vin-0.7V です PNP トランジスタのベース電圧は入力電圧より低くできるんですね 先ほどと同じく PNP トランジスタをドライブするアンプの電圧マージンを 0.7V としましょう。そうしますと、あら、不思議なことにアンプを駆動するための電源電圧は VIN だけあればよいということになります。ここの 0.7V を同士で打ち消します。 そうしますと PNP トランジスタンコレクターエミッター間の電圧を見ればいいわけですこの動作条件を考えてみると PNP トランジスタは飽和領域または飽和領域にかなり近い活性領域で動いていることが分かります例えばここは 0.3V 程度の電圧効果があると仮定しましょう結局 LDO タイプに必要な入力電圧は出力電圧プラス 0.3V の 5.3V となりましたこの条件で色々と計算してみると結局ベース電圧は 4.6V 6程度あれば良いといとうことになるんですねこのように中身に使われているパット紙の違いで LDO かそうでないかということになります。結局 LDO はパット紙として PNP トランジスタを使っているのでドライブするための電圧が低くできる。だからドロップアウト電圧も低くなるということです。この最低限動作する電圧が通常のものと比べて低いというのが効いてきます。では実験でこの必要最低限の動作電圧を確認していきます。 実験なんですけども、今度は出力電圧が 3.3V のレギュレーターを使ってみます。通常版のドロップアウト電圧は 2V、LDO のドロップアウト電圧は 0.2V です。1.8V 違っています。スペックを見てわかる通り、通常版の最低動作電圧は 5.3V 程度必要です。一方で LDO の最低動作電圧は 3.5V 程度で済みそうです。実際に試してみます。このような実験環境で進めていきます。 まず入力電圧を 6V に設定しました。この時のリニアレギュレーターの出力電圧は通常版が 3.25V、LDO 版が 3.27V、どちらもほとんど同じです。ここからさらに入力電圧を下げていきます。はい。このように下がってきましたね。どんどんと下げていきます。 今下げてきたんですけどもどちらのリニアレギュレーターも出力電圧の変化はほとんどありません現在入力電圧は 5.3V 通常版リニアレギュレーターのドロップアウト電圧は 2V なのでそろそろ動作が難しくなってくる入力電圧になっていきますさらに電圧を下げていきましょう 5.2V トを 5V となったんですけどもちょっと予想が外れてしまってですね通常版のリニアレギュレーターそこまで電圧は下がっていませんね LDO 版はほとんど変動なしです さらに電圧を下げていきましょうこんな感じでお今通常版の LDO の電圧に変化がありましたねどんどんと出力電圧が下がってきています 例えば電源に接続されたレギュレーター以外の負荷が急激に変動した時通常版のリニアレギュレーターですと出力電圧が低下してしまいその先につながっている負荷に影響が出てしまいますこれですと 5V のスイッチング電源を使うのはちょっと難しそうですねなので 5V のスイッチング電源ではなくて 12V のスイッチング電源を使うのが無難な選択になります まあここまで入力電圧は下がってしまったんですけども LDO の方は出力電圧にほとんど変化はありません下4桁とか5桁の部分はちょっとずつ下がっていくんですけどもこの部分についてはほとんど変化ありませんねさらに電圧を下げていくと通常版の方はどんどんと電圧は下がっていってしまいますもう 2V に入ってしまってますねですけども LDO の方は電圧はほとんど低下していませんさらに電圧を下げていきます LDO の方はドロップアウト電圧は 0.2V なのでそろそろ動作が難しくなってきますね、えー。ここくらいでもうかなり電圧が下がってきてしまいます。入力電圧がだいたい 3.5V くらいになったら LDO の出力電圧も低下するという風になりました。 先ほどの実験を図を使って説明するとこうなります。通常版のリニアレギュレーターはドロップアウト電圧が大きいので、入力電圧が出力電圧プラスドロップアウト電圧以下になると、それに従って出力電圧も低下していきます。一方で LDO の場合はどうかというと、ドロップアウト電圧は小さいです。先ほど使ったやつだと 0.2V でした。なので入力電圧が下がってきても、通常版と比べると LDO はその影響を受けにくいということになります。 この実験で分かったことなんですけども、通常タイプはドロップアウト電圧が大きいので、入力電圧を低くできません。LDO タイプはドロップアウト電圧は低いので、通常タイプと比べると一段階電源電圧を低くできます。その結果、レギュレーターで発生する電圧効果を小さくすることができ、低損失になるということです。ここまで見てきて分かるように、LDO が低損失かどうかというのは完全に使い方の問題であることが分かります。 一昔前だとスイッチング電源から出力されている 12V の電圧をレギュレーターを使って 5V に高圧して回路で使っていましたが、マイコンや IC などが低電圧化して 3.3V で使われることが多くなってきました。 通常のリニアレギュレーターのドロップアート電圧は 2V 程度と高く 5V のスイッチング電源を使うとちょっとマージン的に危ないかなということでこちらは使わないと余裕を見て例えばですけども 12V の電源を使うとこの場合ですと 8.7V 分がそのまま損失になります結構もったいないですね LDO タイプだとドロップアート電圧がだいたい 0.5V 以下であることが多いので 5V のスイッチング電源が使えます そうすると電圧のロスは 1.7V なので結果として低損失となるわけです。このため LDO が低損失レギュレーターと呼ばれているわけです。まあ、なんかちょっと騙された気分になりますよね。ただ動画の中でも実験しましたが入出力間の電圧差がドロップアウト電圧よりも十分に大きい使い方ですと LDO タイプの電力損失は通常のレギュレーターと同じになります。この場合 LDO を使っても電力損失は小さくできないので注意は必要です。 ここまでの実験からリニアレギュレーターには LDO という種類があってそれは入出力間の電圧差が小さくても動作できるということがわかりました LDO は低損失だからといって通常のリニアレギュレーターと同じ条件で使うとそれは低損失ではないということもわかりました実際に市販されている回路で使うときに通常版かそれとも LDO かで迷ったときは使う電源電圧や許容できる損失などを考慮して選んでみてください というわけで、もしこの動画が役に立ちましたら、コメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 動画の最後になりますが一見チャンネルを企業の PR に活用するのはいかがでしょうか一見では製品の宣伝工場見学アウトリーチ活動人材採用への活用など幅広く対応いたしますこれ以外にもお気軽にお問い合わせください動画を作成すればその後は再生され続けて動画が代わりに営業してくれますやるなら早くをお勧めします実績や詳細は概要欄にあるメールアドレスホームページからご連絡ください それではご連絡おお待ちしております一軒が作ったブレッドボード基板や配線済み LED 製品などの電子工作グッズを販売中です詳しくは概要欄から。